ついてきてるか。こんなもんさ。Thank you.
んなついてきてるか？行くよ。来な。しないから。
相手になってやる。今回はこのぐらいにしといてやる。
いてきてるか？来たな。行くよ。してるか。あらかた片付いたぜ。うお、ジェスター分かってる。さっさと済まそうぜ。やるしかない。余計な真似をと言いたいところだが、正直助かったぜ。ありがとうよ。忠告しておく。お前たちだけで大トロンに歯向かうなんて無謀だ。あとは私たちに任せておけ。言ったはずだぜ。これは俺たちの問題だってな。うん。どうしたフリッツ。彼らの言うことも一理ある。本当に僕たちで戦い抜けるのか。よそ者に助けてもらうつもりか。お前のお姫様をよ。君に言われるまでもない。少し弱気になっただけさ。結構。というわけだ。俺たちは俺たちでやる。ほっといてもらおう。とにかく俺たちも急ごう。
来たな。来な。
事だといいけど。相手になってやる。来な。来やがったか。来たな。そうぜ。
来たな。でも行くしかねえか。どこまで行っても海だ。来な。ダイトロンのやることだ。裏がなければいいから。来たな。行くよ。来やがったか。勝手に行くんじゃねえよ。こんなに綺麗な
相手になってやる。来やがったか。行くよ。時間の無駄だぜ、タグよ。さっさと済まそうぜ。かかってください。やるしかない。相手になってやる。本気ですよ。
し気合い入れてけよ。返す主義だ。気にするな。張り切ってるようだが、マーメル族ってのは敵じゃなかったのか。マーメルもスリーグも関係ねえ。俺はあいつとの約束を守りてえだけだ。約束？いや、これはニーナだ。今頃ダイトロンの施設で泣いてるかもしれん。助けに行く理由なんて必要ないだろう。あんたらには感謝してるぜ。じゃあな。手加減しないから。来たな。手になってやる。手加減しないから。
何しに出てきやがった。族風情を仲間に引き込んだか。まあいい、まとめて面倒見てくれる。おお兄じゃ、こっちの守備は上々だ。エニグマの宝珠もじき手に入る。兄じゃの研究に役立ててくれ。すまぬ我が弟よ、そんな姿になってもなお私を手伝ってくれるのか。気にしないでくれ、あれはただの事故だ。ルーンの研究が成功したらみんな幸せになれるんだろ。アニジャの役に立てるなんてこんな嬉しいことはない。うん。ところでアニジャ、例のスリーグ族の村にスパイを送り込んだんだ。アニジャの言う通り、こっちが手を出すまでもなかった。勝手に殺し合ってくれれば手間も省けるというものだ。所詮は奴らも道具に過ぎん。用が済んだらすぐに消すのだ。承知だ。人魚一匹どうにでもなる。また連絡するよ。今度こそエニグマの宝珠を届けるから期待していてくれ。ゴルバ、お前は私の誇りだ。へへイーゼル様、今さらエニグマの宝珠など手に入れても何の役にも立たないのではありませんか。多めに見てやってくれ。は？私の役に立つことがあれの生きがいなのだからな。
答えのない奴らだ。こんなに綺麗な海なのに。とにかく俺たちも急ごう。相手になってやる。やっ、行くよ。Thank you.
ついてきてるか。とにかく俺たちも急ごう。より先に着かないとな。うまくいくといいな。
みんなついてきてるか。こいつがダイトロンの研究施設なのか。ジェスター。は。へえ、ようこそ愚か者ども。お前たちの目的はこの女かな。ニーナ、ニーナ、僕たちだ。もう大丈夫だよ。こんなところまでのこのこと、なんでバカなのかしら。もうあなたたちに用はないわ。ご覧、イニグマの宝珠。なんだよあれ。村の宝だ。どうしてあそこにある。まだわからんのか。お前たちはこの女にいっぱい食わされたのよ。嘘だ。エニグマの宝珠はもともとマーメル族のもの。あなたたちスリーグ族がそれを力ずくで奪った。この宝は返してもらうわ。エニグマの宝珠とダイトロンの科学力があればマーメル族が暮らしていた美しい海が蘇るのよ。ニーナ、君は騙されている。思い出すんだ、ダイトロンが今まで何をしてきたか。ニーナ。ええ、忘れない。
スリーグ族がマーメル族に何をしてきたかならね。私はあなたたちを絶対に許さない。くだらん。そのくらいにしておけ。エニグマの宝珠は手に入った。これで終わりだ。我らダイトロンの力、とくと味わうがいい。いや、こいつは。くそ、ここは任せろ。みんな、ハサミに気をつけろ。料理しまうぜ。さすが新型や。フリッツ、最後にもう一度聞かせろ。お前の本気は本物なんだな。ああ、そうだ。即答か。気に入ったぜ。じゃあ行くとするか。待って。お前ら、許せない相手が誰なのか俺たちにもよく分かった。どうか許してほしい。フリッツ、ジャウス、一緒に戦わせてくれ。助かるぜ。仲間は一人でも多い方がいい。おい、待てよ。言ったろ、これは俺たちの問題だってな。待て、無理だって。ああ、分かってる。圧倒的じゃないか。くそ。みんなもういい。やめて。あなたたちが叶う相手じゃない。逃げて。俺はまだ諦めないぜ。言っただろ、仲間はここぞって時に助けてくれるもんだってよ。私は助けなんて求めてない。これは罠なのよ。いや、お前は求めてる。俺には聞こえるぜ。お前の心が助けて、私を助けてって叫んでる。ジャウス、ミーナ、君は一人じゃない。こんなに仲間がいるじゃないか。もうスリーグもマーメルも関係ない。なぜそこまで。だって僕たちは友達だろ。これを私に。ありがとう、フリッツ、ジャウス。貴様、それをどうするつもりだ。助けるの、大切な友達を。
なんだ、え？許さん、許さんぞ女。さっさと済まそうぜ。かかってください。やるしかない。ニーナ、ここはうちだよ。村に帰ってきたんだ。村？私は何も言わなくていい。でも私、みんなを。いいんだニーナ、いろいろ考えてみた。もちろん悪いのはダイトロンだ。でも僕たち2つの種族が争わなければこんな事件は起こらなかった。この村を嫌いなら無理にとは言わない。傷が治るまでここにいるといい。そして元気になったらみんなで旅に出よう。旅？忘れたのか。ずいぶん前に約束しただろう。この星の海は広い。きっとどこかに君のようなマーメル族が生き残っているはずだ。その人たちを探しに行こうって。きっと見つかるさ。何年かかってもいいじゃねえか。みんなを連れてまたこの村に帰ってくるといい。僕たちはこの星の仲間だ。よかったな。俺たちだけじゃこうはいかなかった。感謝するぜ海賊さんよ。そういうアンさんもなかなか筋がええで。どや、今度は銀河で一暴れせえへんか。悪くない話だが、聞いての通り大事な約束があるんでな。遠慮しとくよ。なんや、もったいないな。あんたらには返しきれない恩ができた。これで十分とは思えんが、どうか受け取ってくれ。これは。なに、俺にも昔は夢があったってことさ。あんたなら似合うと思ってな。使ってくれ。
うん。じゃあな、幸運を祈ってるぜ。
うまくいくといいな。